最上義明はまたも日の本上空を飛行していた。宿命の対決を続ける家康三成に全く相手にされなかった最上、誘拐した前田松にも知らずのうちに逃げられた最上、そんな最上義明の波乱に飛ぶ物語は続くのである。無垢なる我が輩、新たなる飛翔。ここはどこ？我が輩は誰？なぜこんなに頬が痛いの？我が輩といえば高貴で上品な人だったような、そういえば空を飛んできたような、高貴で上品に空を飛ぶ我が輩天使？あなたは先ほどの落下物ですね。ザビー様に導かれし奇跡の存在。我が輩は奇跡？言われてみれば確かに。ノーメモリー、オーマイザビー、まさに汚れなき純白の天使。そう、我が輩は清き天使、澄んだ瞳と鼻の下の翼がその証拠だね。松です。愛という字を一筆書き。おー、ザビー様。と唱えたら強くなれる聞いたとね。チェストしまず、お相手すっど。おー、おまはんは。ひげば生えた天使、本におった。これは翼、我が輩をここに導いた奇跡の翼だよ。ザビードンもオマハンを見たら喜びよる。ザビードン？一体誰かな？いらっしゃい、あなたのお金は私のもの。ザビードンはまっことありがたき愛の伝道師。近頃はとんと姿を見とらんがの。伝道師、我が輩もそう呼ばれていたような。ともかくザビー教に入るがよか。楽しかよ。ザビードン教に入る？思わんならあっちゅう間に幹部入りね。幹部、愛、ザビードン教、素敵天使？ああ、我が輩のすべての記憶がつながっていくよ。夫人の差がよ。常につままれた。完璧だ。
輩の名は素敵天使、ザビードン卿の一員にして大幹部だよ。現れたまえ。いただくよ。手前の名は立花宗。違うでしょう。お前はギャロップ立花です。ぐぬぬぬぬぬぬぬ、そうです、我が君の言う通り。やあやあ中島君、頑張っているかね。我が君がため気は抜きません。今わしの名前間違ってた。ザビードン峡谷の明日のため、馬車馬のように働いてくれたまえよ。はっ、承知しております。初対面で馬車馬、これって抗議すべき。ザビードンとはよく愛を語らったものだよ。ほう、ザビードンご縁がある方ですか。どう見てもさんくさいわけだ。我が君ソーリン様とはどういうご関係で。このヒゲのように素敵な関係さ。我が輩は領内を羽ばたいて教えを伝えた。いつからか人は我が輩を素敵天使と呼んだ。どうかね。ここはソーリン様のお花畑なのです。こうして暴れてると奥にでもなった気分。晩年には犬を飼おう、きっと和むぞ。我が輩とザビード、この力二人で愛を広めていったのですね。早く帰って光る源氏の続きを読みたいよ。奥、わしの手紙って読んでくれてるのかな。ザビードン卿があるのは我が輩のおかげ。諸君、頭が高いよ。ソーリン様、素敵なご友人がお見えです。天使が舞い降りた知らせは聞いていますよ。 Welcome to ザビー。純粋無垢なる素敵天使とはお前ですね。今日素敵天使とは我が輩のこと。出迎えご苦労。ザビー様は言いました。石投げたら呪います。ザビーの座の字は財界癒着の座。お前のように信心深いものは久しぶりです。当然洗礼は済ませたのですね。我が輩には洗礼など不要だよ。ザビードンと愛を語り尽くしたからね。それで素敵天使の称号、羨ましいことなのです。
海越え山越え飛んできた。すべてザビードンのためだよ。はあ、生きる美しさ、潔さ、お前たちも素敵天使を見習いなさい。ん、あの人ただのヒゲのおっさんじゃ。おまはんもまだまだね。あれこそお花畑が似合うヒゲの天使じゃ。さようなら命、こんにちは遺産。先日、宗茂様が破れた装束を縫ってくれました。サビー様からどんな教えを受けたのですか。ん、教え、教え、思い出した、ザビードン君に愛の真髄を教えたんだっけね。ザビー様に愛を説くとは、素敵天使先生。ザビー様、小生の願いを聞いてくれ。お前さんも分かるだろう、これが取れなきゃ小生に残されたものは愛しかないんだよ、愛しか。お前さん幸せそうだな。さぞかし強力な月の星がついてるんだろう。上司、先生になんて口の利き方を。先生だと、やっぱりついてやがるな畜生。お前さんに小生の気持ちがわかるか。我が輩は素敵天使、いや超素敵ヒゲ天使先生。超素敵ヒゲ天使先生、バカじゃないのか。飛行には我が輩が先例名をつけてあげよう。恐怖連鎖大凶男でどうかな。超風雲連鎖大凶男、頭でも打ったのか。これで軽やかに飛び立ちたまえ、超上品エイリスケヒゲ3号自動羽ばたき版だよ。このヒゲであの鳥を追えるのか。お前さんのヒゲ全然飛べないじゃないか、この嘘つきが。長いものはないかね、巻かれてもいいのだよ。ほらよ、うまい黒金を食らうこったな。あ、頭に鉄球はまさか。ザビー様は言いました、愛よりパンよね。呪われたまえ。注目、国崩しを改造して作りました。その名も、ああ、ザビー様、あなたの面影と思い出ご。それでは一緒にレッツドライブ、ザビー。待っていましたよ、素敵天使先生。たたたたたた、我が輩の頭脳が揺れる。そう、思い出した、我が輩は最上義明、ものすごく賢い素敵な紳士である。
あなたはザビー様に愛を説いた先生。そうでしょ。何を言っているのかね。我が輩は王衆を滑る三代最上義明公だよ。なんだねこの悪趣味な作り物は。ひどく間の抜けた顔だね。僕を騙したばかりか。ザビー様まで冒涜。貴公らが我が輩の魅力に惹かれたのだろう。上等な玄米茶で迎えるのが礼儀だよ。なんと下賤な。手柄失礼やりません。全て嘘だったのですね。ザビー教への愛も素敵天使先生という名も。素敵天使先生ではなく我が輩は素敵紳士。肝心なところを間違わないように。我が輩の門下生ザビードン君はどこかね。なんて無礼な。ザビー様です。ザビードン。ずいぶん濁った響きだね。ザビー様、真のある響きです。我が輩の君はここよりずいぶん美しいよ。しかも我が輩は領民の人気者。ザビー教国こそこの世の理想郷。これからさらなる高みへと登っていくのです。ザビー様を信じれば来られます。こちら側へ。宗重様の無の字は無理難題の無。お前たちこそザビー教信者の鏡です。ミラーボール降臨。新ザビー教第12回、痛かったら右手を上げて。ザビー教教義第231節。素敵天使を語る者には厳しく。232節。欧州短大にはすごく厳しく。233節。最上義明には最上級のお仕置きを。ザビー様を愚弄する下崎さんずの大嘘つき。お仕置きです。どこへでも飛んでいきなさい。 3、2、1。 ザビーファイヤー。ダーうぅおぉあぁの素敵な国へ。